医者裁判時に撮影されたカール・ゲンツケンのマグショットカール・エドムント・アウグスト・ゲンツケンはドイツの医師、軍人、武装親衛隊衛生部長官などを務めた。最終階級は武装親衛隊中将、強制収容所における人体実験に関与し、戦後の医者裁判にて裁かれた。1885年7月8日、ホルシュタインのプレーツに生まれる。 プレーツの中学校を卒業した後、キールの高校へ進み1905年にアビトゥーア試験に合格。イゴチュービンゲン大学、マールブルク大学、ミュンヘン大学、キール大学で医学を学び、1915年に博士号を取得した。1912年から1919 19年までは、ドイツ帝国海軍に軍医将校として勤務。 この間に潜水艦医務局の設置に関与している。ビルヘルムスハーフェンの造船所にて、医務室付け医師として勤務していたが、1919年以降は、故郷プレーツに戻り1934年まで、開業医として勤めた。1926年7月7日、国家社会主義ドイツ労働者等に入党し、また1933年11月5日には、 新衛隊に入隊を果たしている。1934年、彼は臨時に国軍賞付予備海軍士官としてオーベルリンの病院にて1年間勤務した。1937年2月1日、フリードリヒカール・デルミー・イッツェルの公認として新衛隊独ロ部隊の指揮官となる。テオドール・アケが新衛隊独ロ部隊長兼強制収容所総監に就任すると、現地兼は、 医師長に就任した。彼が担う任務は収容者らの治療で、各収容所付け医師らは、医師長たる原付県に対して、毎月収容者のうち傷病者らの数や、病院棟の状況などを報告する義務があった。この報告に基づいて、各収容所への医薬品、衛生物資の供給が行われていたが、原付県はあえて要求を下回る量の供給しか行わなかったという。また、 現地県は、男子法である遺伝病子尊予防法に基づいて、各収容所に強制不妊手術を行うように命じている。ビュールツブルグの精神科医、ベルナーハイでは、現地県の要請を受けて収容者に対する不妊承知の法的正当性を説く報告書を作成し、遺伝健康裁判所に提出している。1939年秋から1940年まで、現地県は、 独路師団の衛生部に勤務した。1940年4月から廃戦までは武装親衛隊衛生部長官を務めるとともに、強制収容所収容者に対する各種の人体実験の責任者であった。ブーヘンバルト強制収容所にて、超チフス治療実験を行っていたイシエル・ウィンディンシューラーとは個人的な面識があったという。なお、1943年までに、 親衛隊中将及び武装親衛隊中将に昇進を果たしている。戦後、医者裁判にて裁かれる。1947年8月20日、終身刑を宣告される。後に、懲役20年に減刑。1954年4月17日、ランツベルク刑務所から釈放される。エルンストクレー、ダスパーシネンリグシコンツームドリッテンライヒ。 フランクフルト 2007S170 派。デアシュリフトバーキアインウスガンジシャットバイタッチェル。コンセントラーツ4スローカー。S287 派とシドノー。チャールズ W。ゾワルドットンデトダス。第3。SS デビジョンとティンコフ1933から 1945S43。アレクサンドル・ミチャーリーッシュ。フレット・ミルキー。 メジジンオーネメンシャリーチキット、ドクメンテデンデンベールガーエルゼタプロサセス、16、アウフラーゲ、フィッシャータシャンバッチ、フランクフルト2004、ISBN3 から596220033、S149、レゼンシオン、ジェイハーン、ドライコリレンイムサンキツダイオンストで ASS。ありがとうございます。